皆さんこんにちは、吉田達也です。はい、本日のヘアアレンジはこちらです。じゃん。今回のヘアアレンジは、今までのヘアアレンジの総集編です。ねじりと、あと崩しで、あと三つ編みを作って構成しています。で、今までの動画を見てくださった方にはきっとできるヘアアレンジとなっておりますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。それではヘアアレンジしていきたいと思います。それではアレンジしていきたいと思います。で、まず表面の部分を取っていただいて、サイドを残してトップの部分ですね、トップの部分を取っていただいてゴムで結んでしまいます。はい、こんな感じです。で、次に前髪ともみあげの部分を外してねじり編み込みしていきます。縦で取って、また縦で取って、この縦で取った2つを交差していきますね。で、交差したら次の毛束を取ってブレンドしていきます。で、同じようにでねじっていきます。まあ、2回ぐらいですかね、編み込む部分は。で、ねじっていったらこのゴムの部分にかぶせます。かぶせてピンで留めます。はい、で、反対側も同じように縦で取った2つを交差します。交差したら次のところと1つ目で交差して、次のところと2つ目を交差します。で、ねじっていきます。で、同じようにここに巻きつけますね。で、ピンで留めちゃいます。こんな感じです。で、崩れそうな方はねじった部分にピンを留めると崩れにくくなるのでおすすめです。はい、でこれで上の部分はほぼ終わりです。で、次に先ほどここでこのトップの部分で結んだこちらの毛先を三つ編みにしていきます。この3つですね、この3つを三つ編みにしていきます。で、先に崩しちゃいますね。軽くで大丈夫です。で、毛先をゴムで結んじゃいます。で、次に最後に残っているこの中の後ろの部分を2つに分けちゃいます。2つに分けて、ここも三つ編みです。また三つ編みが今回も多くなっちゃうんですけど、頑張ってください。で、三つ編みしていきます。三つ編みをしたら、ここも崩しちゃいます。ここもちょっとずつ崩していってください。はい、反対側も。まあ、表でも裏でもどちらでも大丈夫なんですけど、まあ、できれば表で三つ編み作った方がいいかなと。ここも崩しちゃってください。もう崩すのはどうですか？皆さん慣れましたか？結構ね、崩していくヘアアレンジばっかりですので、まあ、やっていただいている方は徐々に上手くなっていると思います。なんでね、ぜひね、できれば、まあ、いろんなヘアアレンジやってきたんですけど、ちょっと周りの友達にもね、やってあげたりとか教えてあげたりとかしていただくと嬉しいです。はい。で、3つできましたね。できたらこうします。真ん中のやつの毛先にのせますね。のせちゃいます。こんな感じで、この3つをまたゴムで結んじゃいます。はい。で、ここを結んでしまえば、三つ編みで作ったこの3つのゴムとかはもう外しちゃって大丈夫です。ゴムばっかりになっちゃいますからね。はい。で、どうしてもふわふわする方は、ちょっとまたピンで留めてください。この中をちょっと絞りたいので、ここの右側の端っこと、この左側の端っこをちょっとピンで軽く留めていただくと、こういう感じでまとまります。こんな感じですね。で、毛先はこういったリボンとかをつけてあげると可愛いかなと思います。はい、であとは全体的に崩していきます。それとちょっとピンでまたいつものようにこちらのもみあげの部分を、まあ、19mm ですね。僕がよく使うのは 19mm のコテで巻いちゃいます。26mm のコテも長さ的にはちょうどいいかなと思います。反対側もここもね、もみあげはもみあげでそのまま落としても大丈夫なんですけど、こうやって耳の後ろにピンで留めてあげると全体的にちょっとふわっとした印象になるので、これもね時間があればぜひやってもらいたい技の一つです。こっち側もで、最後にいつものようにこの部分、上の部分とこのねじって締まっている部分を崩していきます。で前回の動画でもあったんですけど、ギザギザにね崩していく感じでお願いします。前回の動画も同じように言ったんですけど、まずは上の部分、今崩しているこの上の部分を先に崩して、で次に下の部分ですねを崩すとより立体感が出る崩れ方になります。どうですか？こんな感じです。ちょっとふわっとしますよね。足りないところはちゃんと崩してあげて、でねじっているところも最後に、もうピンで留めてしまっているのでそんなに簡単には崩れないと思います。なんで最後でも全然いいので、崩してあげてください。そうするとふわっとした印象になりますね。こちらも同じように。崩してあげます。これで完成です。であとは好みでこういったパールのピンを留めてあげたりとかするとまた印象が変わるアレンジです。ちょっと可愛い系のねアレンジになっちゃうんですけど、これもこのピンもピンにパールを針金で結んでいるだけのアクセサリーです。これも手作りで作れますので、時間がある方はチャレンジしてみてください。こんな感じです。はい、できました。この三つ編みのボリューム感と、あとはもう全体の崩れた感じが可愛いかなと思います。はい、では撮影している時に作っている時にいろいろ説明はしたんですけど、ポイントはねじりとあと三つ編みぐらいです。あとはもう崩すのはいつもと同じなので、ぜひねこの動画を何回も見ていただいて作っていただくと、ねじりとあとは三つ編みのスキルも上がりますし、あとは崩すポイントっていうのも分かってくると思います。はい、なのでね是非ね動画見ていただいてこのアレンジチャレンジしてみてください。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。